シンボルテントと観客席、潮風香り園は、兵庫県三方郡上町にある日本海に面した海浜公園、海水浴場、スポーツ施設。山陰海岸国立公園に属する国の名称霞海岸のほぼ中央に位置する日本海に面した海浜公園である。霞漁港、西港と八高和河港に隣接している。 海岸部を埋め立てた造成地となっており、シンボルテントと観客席、子供広場などの交流施設を、はじめ、8000平方メートルの多目的広場、ボードウォーク、松林、海岸式五岸霞浜海水浴場などが整備されており、町民の憩いの場となっている。1991年より、計画策定委員会を設立し、漁港と地域、 都市地域の人々との交流の場づくりを目指した霞海岸ルネッサンス計画として、兵庫県及び上町と地域住民の連携のもと事業が進められた。2006年に愛称を募集したところ53点の応募作品が集まり、うち3点が入賞し、最優秀賞に選ばれた潮風香り園に決定した。同年に、旧霞町商工会の有志によりあずま屋が完成。 2007年には28団体から構成される霞建築協同組合の有志により、ヒノキの間伐材を使用した滑り台が設置された。滑り台周辺には、高麗芝が植えられ、同年5月より利用可能となった。2008年7月の霞ふるさと祭りに合わせ、オープニングイベントを実施し開設した。例年7月第4度日曜日に、 霞港を中心として開催される霞ふるさと祭りの会場となっており初日の会場花火大会には多くの花火客が訪れるふるさと神霞海岸ルネッサンス埋め立て地愛称決定上町発行2007年8月ふるさと神潮風そよぐ憩いの場所子供広場でくつろぎの時間を上町発行2007年6月 ありがとうございます。